そろそろこの家も古くなってきたな。そろそろリフォームでもしようかな。ペル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 。ガチャ、すいません、マクドナルドですか？え、違います。あ、じゃあチキンナゲット200個ください。いや、だから違いますよ、マクドナルドではありません。あと、その量のチキンナゲットは多分 YouTube でチキンナゲット200個大食いしてみたっていう動画出そうとしているとしか思えないくらいの量なのよ。一人でやるか数人でやるかで難易度全然変わってくる企画なのよ。10人くらいでやったとしたら、もはやただ単にいい感じにお腹いっぱいチキンナゲットを食べただけの動画なのよ。飯を食って飯以上の金を稼ぐ原点の錬金術なのよ。え？いや、全然違いますよ。完全な見当違いってやつですね。ああ、なんだ、勘違いか。失礼しました。まったくもう気をつけてくださいよ。YouTube でチキンナゲット200個食べてみたという動画を撮るのに必要なだけです。当たってんじゃねえか。あと、私はマクドナルドではなく建築士です。はい。実は家が古くなってきたので、リフォームのお願いをしたくお電話したのですが。ああ、そういうことでしたか。自分で言うのもなんですが、実はかなり有名な建築士でして、予約がかなり埋まってしまってるので、行けるのはかなり先になりますが、大丈夫ですか？え？まあ、しょうがない。気長に待ちますよ。わかりました。では、ちょっと行けそうな日程確認しておきますね。あ、お願いします。明日か明後日、しあさって、それ以降だととりあえず1ヶ月先までは大丈夫です。めちゃくちゃ空いてるやん。ちょっと心配になってきたわ。リフォームするのはこの家ですね。はい、そうですよ。どんな風にリフォームしてほしいとかありますでしょうか？そうですね、全体的にちょっと狭いので広くしてほしいですね。数人で食卓を囲めるくらいの広さは欲しいですかね。なるほど、わかりました。では早速工事に取り掛からせていただきましょう。お願いします。なんということでしょう。古い一軒家が白々とした真新しい姿に、無駄な敷居はすべて取り外し、広々としたワンルームへ大変身。これなら多くの家族連れが家に来ても大丈夫。回転寿司やん！なんですかこれは？な、多いな。ああ、気に入っていただけて光栄です。全然気に入ってません。確かに広くしてほしいとは言いましたが、これじゃあ無駄なものが多すぎます。このレーンなんて実生活ではまず必要ない。なあ、これは失敬。では作り直しますので、もうしばらくお待ちください。なんということでしょう。白々とした壁は一切なくなり、開放的な空間が姿を現しました。不要なものは全て取り去り、残ったのは自然のみ。あ、ダメです。ああ、気に入っていただけて光栄です。一言も言ってないよ。なんですかこれは。何もないじゃないですか。はい、無駄なものを取り除けとのことだったので取り除いておきました。どう見てもやりすぎな気がするのですが、壁や天井まで取っ払ってしまうのはやりすぎですよ。ああ、そうでしたか。ではもう一度作り直しましょう。本当にもうお願いしますよ。なんということでしょう。何もない土地に立派な建物が、中は必要最低限に留めました。マインクラフトやん。マインクラフト初めて触った人が2日目くらいに作るクソみたいな家やん。あ、気に入っていただけて光栄です。いや、だから気に入ってないんですけど。ああ、じゃあもう最後でいいので、しっかり部屋になってて、広い部屋がある建物作ってください。もう何も言わないので、最後でいいので。承知しました。最後ということで取り掛からせていただきます。完成しました。こちらになります。え？なんということでしょう。みすぼらしい外観は、とてつもない存在感を放つ外壁へと大変わり、狭苦しい部屋は広々としすぎるほどに広くなりました。どうですか？あ、これにします。大変ありがとう。